自分が夏からやっと小学1年の7歳で、やっぱり体力勝負ですね。すごい先ほどのパワーさんだと何も高いんですけど、立て続け6曲とかなかなかやっぱりパワーが進んで、途中でブレイクをされて、それではこれから演奏を始めさせていただきます。よろしくお願いします。それとあの子供といえども大人用のフルサイズのドラム使って今叩いてます。じゃあ行きますよ。順番の演技
だな。ね、ちょっとフレーズ。3曲は大丈夫ね。ちょっと今ね、いろいろ羽織っちゃった。しづらくと思ってますけど、ゲネットベース。意味わかります。
なんか話してないんですけど、この間その CM 見に行ったんですね。なんかあれは新宿の歌舞伎町にある昔無人会館というのがなんか有名なクラブがあるんですね。でそこを今イベントしてるんで、ドラマとかファッションショーとかこういう CM 撮りに一日貸ししたり、ずっと映画の上でそういう場所なんです。あの CM 撮った時はホテルを朝5時に5時半に会場に入ってほしいってことで、5時半から朝の9時までちょうど3時間半の CM 撮りの、まあ我々とにかく好きにやってていいっていうんで、タクちゃんの演奏だとかですね、あのやってたんですけども、最後になんかみんなでこう携帯電話を押すシーンがあるんですけれども、あれは全然打ち合わせいなかったんですけど、とにかく皆さん携帯電話を押すとこやってくださいっていうので、あれよく見ると一人だけなんか押し方が違っててあるんですけども、別に監督から何も言われなくて、やっててあれが結構ね一番難しいんですね、演奏よりも。はい、もうちょっとニコッとしてくださいとか、顔が暗しすぎの話とかね、この年になって明るくしろって言って難しいんですけど、やっぱりああいうのって緊張するもんだなと思います。それよりもう休憩できた、バッチリだそうです。おじさんのが疲れてます。タクちゃんのドラム3曲ですけれども、まずブルドック、なぜかタクちゃんが日本の曲をやりたいって言って、意外性を持ったので、なぜか雨のニュースを叩きたいって言って、ええって思ったんですけど、ね、この6歳にして雨のニュースを知ってるっていうのが、まずは、ね、タクちゃん、なんで雨のニュースですか？知らないって言うんです。僕は好きなんだね。知らない。ということで、雨の見通しを。
ソーカーバーバー英語は言いやすいです日本版言うべきソーカーバーバーバー今日ちょっとしたら滑舌がいいんです。こんなことやるのは本当時間調整です。
から大村町のお祭りの方に泳がれた。今度トラックの運転カメラさんに行き30分ほど夜になったら決めるか。あとはまた3時に行くんですよね。24時間ぐらいで行くんですけど、まあ、どうもありがとうございます。タクちゃんの趣味は何ですか？コマーシャルにも載ってる仮面ライダーガイムって言ってるのにアナウンサーの人がねライブライブって言ってる。本当に怒りそう切れそうだったんですよ。ライブ。本当にほっとしましたけれども、ね、でも本当にありがとうございました。